ラキンで終わりました。車で帰ります。そしていよいよ今音楽は大和なでしこの再放送も始まります。嬉しいな。マッシュムナナコ、平田亜希子、あれ、亜希子、和尚学ぶ、住新一ね、たった一人の人に巡り会えた気がする。そんなこと言われてみたいな。で最後は金持ちしか愛さなかった松島奈々子が、私はあなたといると幸せなのって伏見新一のことを好きになってしまう。なんだモンゴルで来いよ松島奈々子、さあ今ドンキーから帰ってますね。今日はちょっと寒いぐらいですね。雨も降ってますし、やっぱり昨日あんな暑かったんで梅雨明けしちゃったんじゃないかなと思ったんですけど、そんなこと全然違いましたね。さあ4月3日、世間はレジ袋有料化、そしてあともう少しで七夕祭りありますね。はい、みんな願い事は決まったかな。モンゴルは YouTube を頑張る、それが俺の願いですよ。はい、さあモンゴルの夏早く来い。今年の夏は暑く暑く盛り上がってきますよ。さあさあ、メッセイロベメッセイ、あなたが雨すごいな。はい、こんな感じで今週休日終わりました。じゃあいつもの合言葉、車の中でも言っちゃいますよ。熱男、車熱男。それでは見てくれた皆さん、チャンネル登録高評価お願いします。今週もお疲れ様でした。はーい。